どんなお酒が好きですか？お酒の失敗談を教えてください。私が好きなお酒はビールとワインです。で、お酒の失敗談はたくさんあるんですけれども、そうですね、一回私の友達と後輩と、3人で宅飲みをしてたんですけど、で、その友達も後輩も男の子だったんですけど、なんかすごいその日酔っ払っちゃって、もう一人ワイン一本ぐらい飲んでた勢いだったんですけど、なんかもう途中ですごいベロベロになっちゃって、私何を思ったのか、その後輩の男の子の乳首に洗濯バサミをつけて遊び出しちゃって、それでなんか後輩くんも結構まんざらでもなく喜んでたんですけどっていうことがありました。で、結局その後輩の男の子がそのまま気持ちよさそうに寝ちゃったので、その日はお開きになったんですけれども、そういう失敗談がありました。 YouTube コメント欄リクエスト質問です。エッチの際避妊は毎回欠かさずしてますか？相手にお願いされてしなかった、その場のノリでしなかったことはありませんか？またそのことでトラブルになったことがありましたら教えてください。避妊は毎回欠かさずしてます。途中まではゴムで普通に避妊してたんですけど、一回普通にいつも通りやってた時に膣の中に出してフィニッシュして終わったんですけど、膣の中にゴムを忘れ去られたことがあって、で、結局彼氏が指で出してくれたんですけど、すっごいその時は焦りました。これ産婦人科行って取ってもらわないといけないのかなとか思ったり、あと中身が漏れてて妊娠してたらどうしようとか思って、結局大丈夫だったんですけど、すごい怖かった思い出があります。で、それ以降はもうゴムめんどくさいなと思ってピルを飲んでます。なのでゴムはせずに避妊してます。はい、というわけで女子部屋でした。アスカとお友達になってくれる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしています。